え皆さんこんにちは塾長です、えー、今からですね長崎大学から出題されたサンプル問題の解説を行います受験本当目前に迫ってきましたね、えー、ぜひ皆さん頑張ってくださいで、今回これをですね、えー、書いた目的なんですけども,も2つありましてね一、えー、つ目、えー、これね一部難解な部分があります解説にね長大、えー、から発表されている回答にやや難解があるんで えこれをですね、えー、ちょっと説明をしたいなと思って是非理解した上でね本番に挑んでほしいと思います。で「丸2」なんですけど類似の問題が出された場合でですねすねねととと解いて欲しいといてしうことです、ねえー、それではね問題皆さん多分もうご覧になってると思うんで問題は割愛します。えー、もしね問題とか解説をまだご存知ないという方は是非ホームページからね確認をしておいてください。 えー、それではまあカッコ1はいいでしょう飛ばしますねでカッコ2ですね、えー、具体的にですね私解くときにやっぱり紙書きますこれ、えー、マス目を12個書いてですねでこの1番の解説ですね3個の語石を1を左から順に abc と表すとでこの a という語石例えばですけどね1番目にあるとで b を4番目に置くと そうした場合ですね、2個開けなきゃいけないんで C は7から12の6通りあるというふうになります。これが、えー、まあ、基本的な表示の仕方ですね。こういうふうにこう一、一回だけ表に作るといいんじゃないかなと思いますね。で、2番ですね。えー、2番の問題はですね、並べ方は全部で何通りあるのかということで、えー、これ1個1個書き出してもいいんですよ。書き出していいんですよ。で、下に見てください。書き出すと、こんなふうになります。 えー、この 6+5+1 これはそのさっきのですね A が1にあるときですね A が1にあるときの数になります6通りとでこれで B を移動させていくと21通りありますねで今度はこの 5+4+1 ですけどこれは A が2にあるときの数え方ということでこれ規則性がありますねで点点点で1になりますでおそらくね皆さんここを足してると思いますで56通りと。 いうことで、え、あったからいいんじゃないですよ。実は、この右側を見てほしいんですね。6から1まで足すっていうのはあんまり馴染みがありません。1から6を足す。これだったら、シグマを使ってこういうふうに書けると思います。えー、以下、同じようにこうなります。この右辺のシグマ、6個ありますね。これを足してみてください。そうすると、シグマの上、これが1から6まで並んでますね。これを、 実はもう一個のシグマで表してあげるということになります。で、それが実は回答に乗っかっているんですね、ここにね。いきなりこれ見せられてですね、分かる人多分いないと思います。これが分かる人はね、おそらくまあまあ、難しい学部を受ける人かなと思いますね。で、続いてですね、3番目。え、これがですね、まっすぐがな N 個になるパターンですね。で、私が解説したいのはね、ここなんですよ、実は。 で、これもですね、マス目をですね、N 個書いてください。当然 N 個なんて書けるわけがないですね。そこで、1からですね、1を N まで書いてみました。こんな風に。そして、左端にですね、1個あるとき。なので、A が1って書いてます。さあ、そうするとですよ、2個目をここに書いてますけど、これを P と置いてみましょう。この P は数字ですよ。そうすると、その P は実は、このピンク見てください。4から、 n-3 まで入ることが可能ですね。したがって、ここに書いてます。なおって。b は n から、4から n-3 までの数だよ。整数ですね、もちろんね。で、この時、c はどうなるのかという場合にですね、この緑、ここに c が入ることができます。その c の入る余地ですけど、p から2つ飛ばした p たす3、ここから n まで入ることが可能です。 じゃああそのの数は一体何個あるのかとこれはですねこの n からこの p たす3の1個手前 p たす2を引いてくださいそうするとここの緑色の枠の数が出ますこれがこの時の場合の数ということになりますで下があってできてますけどいきなりこうシグマ書いてますけどこれがシグマの中身ですね n p たす2この p が4から n 3まで ね、増えていくよということですね。これを足しなさいと。ここが理解できると、この問題の本質がつかめたことになると思います。で、次に計算力が若干必要になります。実はシグマの計算っていうのは p、p イコール1からというふうに決まっています。そこで4から足すということは、実はここに1から3を後から引いてください。1から足したやつで、1から3を引いてください。そうするとできますね。で、計算をしていきますと、 えー、こういう結論が得られます。2分の1、n-5,n-6 とで。これができればまあまあ文系として OK かなっていう感じですね。で続いてですね、3の2ですね。これが難しい。k を、えー、1からね、n-6 までと、えー。もうこうなった段階で文系の人はちょっとお手上げかなっていう感じはします。ただね、やっぱりヒントがちゃんとありますね。 3個のうちの一番左にある5石が K 番目のマスにあるということでこのマスをですね K から書いてみようということになりますだから K から始めて N までそうかね、えー、そしてこの K のところに1個置いてあと2個載せてるとこれ実はさっきの絵と全く同じなんですねこの3の括弧1の絵と全く一緒です ここれはマス目がが N 個ありますその時のの時結論がこの1ですでこの時のマスは一体何個あるのかというとこの n から k-1 を引いた分これ計算するとマイナス k プラス n プラス1このマス目が存在しますその一番左端に置いているっていう言葉ですよこの一番の n ちょっと色をつけてますけどねこれにこのマス目マイナス k プラス N プラス1を代入すると出てくるわけですね。だからこの2に関しては計算は一切必要なくてうまく代入できるかどうか。これが文系の人にはちょっときついかなって感じはしますね。ただここを押さえてくれればですよ。類似の問題が出た時必ず解けます。で3番目。これは簡単です。K が1から N-6 まで動くわけですから相馬ままはシグマに入れてください。若干計算ありますけどまあこれくらいの二次式ならねなんとかオープンできるんかなと思います。 で、まとめていくとですね、ここに結論がありますね。6分の1、n-4,n-5,n-6 と。まあ、これが出ればまあ、大体合格でしょう。で、ここにこう、米マークですね。n イコール8を代入してみると、4となってね、最初の1の結果と一致するでしょうということで、確認をこういう感じで取るといいんじゃないかなと思います。で、最後にですね、これまたいやらしいんですけど、この c で表してみろというね。 問題がついてますでまずこの分母の6ですけどこれ3の解状したがって3の解状分の n-4n-5n-6 ですからコンビネーションを使うとこんな風に表現できるでさらに長崎大学ですねなぜこうなのかと理由を書けとか言うこうやってねなんか論理的にどうかなっていう気はしますね上から計算してきたからねこんな風になったんじゃないのみたいなえー、で一応ですねここもその長崎大学の解説あるんですけど若干分かりにくいです まあ、分かりにくいことはないですよ。たくさん書いてますけど、私ならこうとくっていうのをちょっと作ってみたんで、皆さんもぜひね、ご参考にしてください。まずですね、このマスってやつを4個抜きます。n-4 個のマスをまず配置します。で、そこから3個選びます。選んだところに丸を記入してみてください。そうすると、こう、丸1、丸2、丸3っていうふうに書くますね。で、ところが、この選び方ですと、 ね、連続すする場合が入ってきますね 1, 2, とここがポイントなんですよ。その連続してる1と2とか2と3の間にですね最初に抜いた 4, 4つのものを2つずつポンポンと入れてください。ここに書いてます。1と2の間2と3の間にそれぞれ2個のマスを入れると代位を満たすということで、ね、後から追加するとそうすると計算が非常に楽になりますね。で私があのこれ懸念されることって最後に書いてますけど 仮にですね、語石の間隔を M 個にしてみなさいというふうにね、もう文字だらけになってきたと。これも今のこの考え方でやるとですね、2M 個を抜いて、それから3個選んであげて、そして2個ずつ、つまり M 個ずつ入れてやれば、えー、計算できるよというふうになってます。以上、ね、簡単ですけども、解説を作ってみました。皆さん、えー、受験、ね勉強。 本当に最後の追い込み、えー、ご苦労さんです。ぜひ頑張ってですね、合格を勝ち取ってください。以上です。さよなら。